エンゼルス大谷は、次戦3日当番板、走や監督名言、エンゼルス大谷翔平投手23が3月2日日本時間3日に、アリゾナ州天日で行われるカブス戦か、同日フェニックスで行われるブルワーズ戦に2度目の実戦当番をすることが決まった。 マイク・ソーシア監督59が27日同28日に明かした大谷の今後の予定について明日ブルペンに入って金曜日に投げると明言カブス戦はホームでのオープン戦ブルワーズ戦は主力選手が出場しない B チームとの対戦となる どちらかに登板するかという問いには、3イニング投げられるように、B ゲームに投げるかもしれないが、明日のブルペンを見てみて、と状態を確認してから決めるとした。MLB、大谷翔平は一郎以上になるかも。エンゼルス軍の先輩、長谷川重利氏が期待。二刀流成功なら、 スーパースターだったイチローを超える存在に、1997から2001年に、エンゼルスで活躍した長谷川重利氏が、後輩の大谷翔平投手の、活躍に太鼓板を押した、2月28日、日本時間1日に、キャンプ地のアリゾナ州テンピを訪れた同志は、地元メディアの取材にも答えており、 活躍次第で大谷は、一郎以上になるかもしれない。と語っている地元市ロサンゼルスタイムスが報じた。長谷川氏は、オリックスからエンゼルスに移籍し、5年間で287試合登板、30勝27敗、16セーブ35ホールドという好成績をマーク。その後、 マリナーズに移籍して2005年までプレーし、メジャー通算では517試合登板で、45勝44敗33セーブ70ホールド、防御率3.71と、偉大な成績を残した。517試合登板は、現在も MLB 日本人史上サイトの数字だ。ロサンゼルス・タイムスは、 元エンゼルスの重年長谷川は、翔平大谷がどう歩んでいくか分かっている。とのタイトルで記事を掲載。キャンプでの打撃練習で見せる。特大のホームランから、大谷の持つパワーに。疑いの余地はないとした上で、長谷川氏のコメントを紹介している。一郎はスーパースターだった。 マイケル・ジャクソンやマドンナのような大谷がもし投打で成功すればイチロー以上になるかもしれないイチローと同僚でもあった同志はその圧倒的な輝きを目の当たりにしてきた二刀流の大谷はそのレジェンドを超える可能性を秘めているという長谷川氏は環境の変化などに対応しメジャーで結果を残した ただ、当然、その裏には、並々ならぬ努力があったはずで、ピッチングだけでも、アメリカでアジャストするのはとてもタフです。と、記事の中で振り返っている。大谷が苦労する可能性もあるが、それでも、打撃でも投球でも、決して簡単にはいかないでしょう。ただ、彼は、すべてを楽しんでいるように見受けられます。 それこそが鍵です。その瞬間を楽しむべきでしょう。と、期待が圧倒的に勝っているようだ。長谷川氏のキャンプ訪問については、地元紙オレンジカウンティレジスターも報じており、彼は、ダルビッシュや田中のような存在になるだろう。現時点では、彼に、過度の期待をかけることはできない。 と私は思いますとコメントしたことも紹介。また、オリックスのシニアアドバイザーを務めていることから、彼は敵だったので好きではなかったですが、今ではエンゼルスの一員なので応援しています。とも話していたという。まだ、23歳の大谷には大いなる可能性が残されている。日本時代のように、 周囲の期待をはるかに上回る活躍ができるか。期待は膨らむばかりだ。